そっちだとこっちにかも寄せられる件がね。いや、電動場持って行ってナンバー釣り行くときは。アジ。アジじゃニアド？アジ。違うぞ。サビ基盤2連掛けしてみましょうか。アジ。シーズン金の赤いかだっけ？赤いか？剣先。あ、剣先ね。これいっぱい釣ります。クーラーボックス入りきらないぐらい今釣れてるみたいです。それなんそれ？あ、そう、2馬力の船外機。あ、船外機、うん、いやいや、自分も同じ本棚持ったんでしょ。俺知らんかったそれ。いや、なんかあれが入ドールが入ってるのかと思った。骨格入り。骨格入り。リラックもしてる。あ、それリラックもしてる。リラックもしてます。待って、天草ってですよ、海か山かわからないですか？あ、山も結構壮大よね。山がすごい。山が壮大。やっぱり釣りに行くときはダブルチーズバーガーでフィレオフィッシュの。チーズ入ってるんですか？チーズ入ってるよ。はい、じゃあそこから右だ。これね、あ、ほら、右車線があるね。本当だ。今日はね、リューチャーポバック秒が映ってます。1年ぶりぐらいのマック。よい、来てこれたで、1年もバック食わって。でもあれですね、おいちいですね、やっぱ久々食べたらね。おいちいでしょ。昔この道、有料道路だったよ。絶対に。いや、ほんとほんと。ほんとに？うん。え？料金所がこれにあったよ、前。多分知ってる人は知ってる。なんかね、昔はうっすらこの料金所ば取り払った後の型があったもんね。へぇ、山道じゃなくて、こう、バイパス的な使い方で。あー、多分それだ。やっぱいいね、西海岸。いやー、久々来ましたね。中にも、釣り下とかが必ず。お疲れ様、アンサタバサ。あら、言わんと。ワイサーシ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 くん、やるばい。よろしくお願いします。どうも、今日はすみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうちゃん、お疲れです。お疲れです。みーちゃん、うわ、オウモンでかっ。わ、ハガツオウモンいいですね。あの、20メーターないとこでこうやってたら、ハガツオがやっぱり来たんですね。へー、結構、はあ、あ、手前まで来るんですね。あ、これ何ですか？これ、それがタレックス。え？いや、そんな変わらないよね。いや、そういう、それ高いやつはめてもどうってことない。あ、見えるよ、やっぱ。ちょっと、いや、ちょっと見てみて。うっせぇ。あ、ちょっと、これも貸しておく。あ、こんな感じ。こんな感じ。自分の安物より3割、4割増しですね。あ、したらえらい見える。けど、やっぱ水中見える。エンジンの納品してから出発します。これ、え、倒れんすよ。せーの、おいちゃん、わー、やっぱ助かる。OK、 出ました、はい、すいません、ありがとうございます。スタンドもう一個あったら釣り行きたい、あっちに行きたい。さっきマック食べてからめっちゃ胃もたれしてる。3人でゲロ吐き。3人で今ソルマック飲んだもんね。船乗る前にてマック食って胃もたれて一番やばくない？一番やばくないよね、これ。もしもし。あ、わかりました、すいません、通り過ぎたって。あ、ここタイヤ汚れるけやめてくれ。ここタイヤ汚れるけ。あー、もう、あ、すいません。なんでタイヤ汚れるけ、こういう舗装されてないとこ行かんでもらっていい？これ何のためのこれのタイヤはめとっと。いや、4型の新車だけん、こういうもうあぜ道行かんで。ああ、もうな、行かんでって言ったったら、もうこれタイヤワックスピシャッと塗っとっとに。いや、フリじゃないんすか？フリじゃないよ。今日朝からしっかり磨いてきたって。どこな、どこな、何やこれ、まあって言ってますね。赤いコパ、うん、ヨルキは初めてやき。電話するね。そうでしょ、本当にですか？いや、デモしたことない。釣りさん、イカ釣りにコナンディールいらんですよ、これ。あ、ね、それ泳がせようにって思ってから、ね、自分だけ大きなやつは狙うつもりでしょ、うん、って言いながら、俺もイカの泳がせの仕掛け買ってきました。ここはね、何が起きても、何の釣りでも対処できるように一応、段取りしてきて、はい、バジソネのそばまで来て。本当ですか？うわ、途中でブロ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 って鳴らなくる。交互期待。うわー、もう薬は飲んどこ。いか言いながらね、アンギュラ呼び捨てで呼び上がって。裏ぐい、裏ぐい。あいったあいったあいった。不安だけん
2個ぐらい持ってるんですよ。甘みでちょっとマグロ持って帰ったんですよ。いや、はい、やばい。カエルニャンゴなとこやったね。クリン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 。ジョイドーグ。新鮮な手パス。あ、上。し、分かった俺。ちょっと一回そこで海を落ちてみて。いやいやいや。そこ着替えしないと。マホちゃん、何ショットっすか。手伝ったつもり。もう盗難しても大丈夫みたいな。高切れだ、しかも。どういうこと？なんやこれ、もう。あ、すげえ。うわ、わ、もう釣れたの？うわ、うまそう。うわ。これでうまいの？
頼む、治ってくれ、お願い、お願い治ってよ。はい、これまだ地合い入ってからバリバリ釣るとつなった。わ、切れたじゃん。抜けた。うわ、はい、安心してくれ。あ、これ、あ、動いてるよ、これ。いただきます。めっちゃうめえ。あ、くっつく。うわあ、甘い。美味しいね。おお、これ大きいんじゃないですか、これ。いや、ちっちゃいです。あ、抜けた。うわ、抜けた。ピヨンって逃げてきました。あ、今のとこ残ってる。あ、じゃあそれもいただいていいですか。これいいですか、これ。どうぞ。いただきます。あー、うまい。あ、忘れた。そう、ナイフとかね。釣りたてのイカいただきます。うーわー、あんま。こっちだけの前全部食いちゃう。うわー。でもここでお腹痛くなったら病院に行けませんよね。一説によるとセイロガンもなんか痛くなっちゃう。ちょっと、なんか釣り道具にちょっと入れとくといいかもしれないですね。目ん玉の中のあの白い玉が。めっちゃ美味しい。あ、くちばしですよ。出すな、出すな、出すな。いや、あ、くちばし。いただきます。いただきます。あ、なんだ、やっぱ。マジ絶対すごい。すごい。うわ、そう。おお、ねえね。おおおお。じゃない。うわ、2匹ついてる。うわお。あ、でかい。うわお。これスルメやろ。スルメイカですね。スルメとヤリ。当たりがちっちゃい、45です。当たりちっちゃい、ほんのピクッてするぐらいですもんね。外見が釣れるっていうのかな。まあまあ、まあ、狩りもなくて。スタさんでどのくらい来ましたっけ。俺まだ20ちょっとです。マボンヌは、マボンヌが今30か40ぐらいですかね。おー、大学生の7です。うわー、すいません、すいません。でかー、あー、すいません。こちらの氷は有料になりますよ。500円ですよ。
はい、大丈夫だったんじゃないですか。本当ですか。走ってきたら、そこに、水道反応のあとこに、言ったけど何匹ぐらい釣れた。ホットじゃん。10回100ぐらいと思います。だって俺、俺が40ぐらいかな。多分、釣っとるよ。40釣っとるよ、ね。最後、偉い調子良かったですもんね。そうね。ポンポンいけたもん。いけたね。いや、面白かったけど、難しかったね。テクニカルっすね。うん、今はもう、あの、山のところに来てる。多分、運転してれば、かっこいいと思います。もうそこら辺で休んでくださいね。もう眠かった時は、そうです、そうです。ルナシーバ歌いながら帰らんもん。花びらよ。あ、違うか。それはローズやですよね。ローズやってことで、今回もありがとうございました。はい、ということで、ね、深野釣りシーズン本番になってきますんで、ボート釣りも、おか釣りも、やりましょう。みんなで楽しんでいきましょうね。ありがとうございました。あ、どうもお世話になりました。スタッフありがとうございました。いや、それ違いますよ。喜びますよ、そんな。ということで、今回もママチャンネルご視聴ありがとうございました。バイバイ。ということでね、阿蘇にやってきました。ここ農業団地さんの田んぼなんですけど、9月にですね、視聴者さんにお米のですね、プレゼント企画を考えてるんですけど、どのくらい伸びてるか見に行ってみましょう。まあもう倍以上だね。3倍ぐらい背丈が伸びてる。いいね。稲穂がこう重みをね、こう増して、このなんかねたわれる感じになってくるんですよね。そのねたわれるってどういう意味ですか？ねたわれるって、あの熊本で重さでこう倒れ込むことを言うんだよ。そんなの全国の人に言ってもわからないんじゃないですか？うるさい。あ、これ桃色と液体の看板、これ外してってもいいかな、これね。でも外そうか、これちょっと少し斜め向けた方がいいんじゃない、これ。このぐらい。秋口に皆さんにプレゼントしたいと思います。楽しみに待っててくださいね。すくすくと今育ってますからね。